異界の七不思議、宝山城によって伝えられたその話は、福島正則の新譚を寒からしめた。男福島に怖いものなどない。負けん気の強さゆえそう啖呵を切った正則は、宝山城とともに噂の真偽を確かめることとなった。はあ、やっと着いた。ここが七不思議が起こるって噂の場所。なんだ別に普通じゃん。なんか声震えてるような。まあいっか、早速一回りしてみない？え、ガチで行くの？行くに決まってんじゃん。もしかしてガチの怖がり屋ってやつ？ガチなめんな。ガチ火がついた。上等だ。この男福島、どこまでも行ってな。なんて全部デタラメ。男福島が証明してやら。私も見てるから頑張ってよね。なんかちょっと震えてたりしない？もしかしてビビってるってやつ？ビビってなんかいねえよ。今日はちょっと体調悪いみたいで。おいおい、なんだってんだよこの音。あ、七不思議の一つじゃない？誰もいない戦場に響き渡る三味線の音色。ダブルチョーの上から聞こえるけど消えるか。へへ、きっと近所のおっさんが弾いてんだよな。お化けが三味線弾くわけねえし。勝手に門が閉まった。なんだか叫びすぎて頭痛い。ああ、そんなの知らないし。とにかく早く崖の上を目指してよね。こうなるのだ。ついに見ちゃった、お化け。俺何も悪いことしてねえからな、マジで。怖いならやっつけちゃうな。そのためにももっと近づかないと。やめろって、お化けに当たっちまうだろうが。うりお化けを倒せた。大したことねえな。ちょっと落ち着いてきたぜ。平常心平常心。攻めるぞ。任せてください。全部七不思議見るまで帰らないでよね。私一人じゃちょっと寂しいし。苦しい。あれ、これって七不思議の一つ、神出鬼没の咳込み幽霊じゃない？マジで退治するしかねえのかよ。あ、やべ、俺もうえずきそう。下がってる。幽霊が消えちまった。どっか別の場所に行ったんじゃない？だって神出鬼没の幽霊だし。幽霊とは失礼だ。まだ召されてなどおらぬ。消し去って。何も聞こえねえ。俺の言語でとっとと成仏しやがれ。いきなり襲ってくるとは、なんと無体な。あれ、人見覚えあるんですけど。なんだよ、幽霊の正体は顔色の悪いおっさんか。ああ、超安心した。超すっきり。 出るか。七不思議の一つ、痩せこけた幽霊。飢え死にした霊で食糧庫によく現れるとか。腹をすかせた幽霊。まねえよ。あ、なんか俺も腹がキュッとなってきた。 兵が食料庫、軍の規律を乱す火種は消さねば。暴れるぞ関様は。なんだよこいつの怨念、やめなさい。昔の食料庫版とかだよ。マジ勘弁してくれよ。兵はここで一体何を。詳細は後ほど聞こう。 あれ、あの人味方の軍師じゃん。私たちのこと泥棒と勘違いしたって感じ。共に壊しまくるぞ。任せてください。なんだ勘兵衛だったのかよ。よかった。やった。ちょっと後が怖えけど。 呪うぞ正則。上席様はお前おろち様なんだよな。私何も言ってないんだけど。あの頭巾かぶった連中が俺を呪うってなんだよ。ガチでわけわかんねえよ。てかこれも七不思議じゃない。呪いの言葉を吐く頭巾の集団ってやつ。なんで俺が呪われなきゃなんねんだ。 それ面白いから。私は成り行きで付き合っただけだよ。愉快なもんが見られるって言われてね。なんかこいつらの正体が分かったような。 必殺でもう帰りてえよ。なんでこんなところに来ちまったんだ。やるぞ。人を脅かす快感をコウトウに教えていたのか。まさに お前は見事に流れに乗ってくれたな。確かに病みつきになっちまいそうだね。共に叩き潰してくれ。正則殿の反応がいいからさ。なんでこの状況でこんなことに全力なんだよ。頭いいやつの考えることは分かんねえ。 ここ三味線の音が聞こえた崖じゃねえか。ついに来ちまったぜ。もうすぐ正体がわかるんじゃない。気分上がってきた。出るかき鳴らせ。荒ぶる魂のままに。しゃあ、こいつの正体わかったぜ。妖怪三味線小僧だ。 え、この人のことわかんないとかなくない？特徴ありすぎなのに。任せてください。戦場に散った声なき声を聞け。それは霊ではない、反骨の魂だ。こいつはもしかしてうるせえぞ、話を聞け。こら消せ。反骨の魂が俺に語りかけ、お前の声に耳を傾けろ。誠実に。やっと静かになったか。最初考えてきてよ。そうならば俺はお前のそばにいる。俺の反骨の魂、そうしろと言っている。それで三味線の謎は解けたんだ。七つなんてやっぱなし。七不思議の謎もう結構解いたよな。もう帰ってよくね。てか帰らせてくれ。そんなのダメだし、最後までやってくれなきゃ。私するなって。分かったよ。振り返りいいんだろうか。またもんが勝手に。やっぱ怖え。勘弁してくれ。任せてください。男福島の男泣きが異世界にとどろく。その慟哭がまた俺を熱く燃えたぎらせる。君のことを知っている。いきなり出た白塗りお化け。びっくりしてあてくじしまった。これが七不思議じゃん。水辺に浮かび上がる白塗りのお面ってやつ。嬉しい。君はキリガリがありそうだ。そんなお面お化けじゃねえか。逃げたら男福島の流ったら。楽しかった。また切り合おう。じゃあね。暴れるぞ。私たちはリーダー。人間なら喧嘩できるからまだ知らない。あんたもしかして私のために怖いの我慢して頑張ってくれてる？おい、また修理じゃねえか。急に寒くなるしよ。俺倒れちまう。マジで感じる。まさにその弦とは裏腹にお前の魂は燃えている。熱くなわけねえだろバカ。ああもう幽霊倒すの手伝いやれ。メッセージ。お前の戦が俺の魂を駆り立てる。熱く。また幽霊を乗せちまったぜ。暴れるぞ。原稿って最強だね。なんだよここ。いかにもって感じだね。勘弁しろって。いかにも出る、その概念にあらがえ。それがお前の反骨だ。誰だ。邪魔をするなら消えてもらう。なんだこいつ。しかも2もいるぜ。どうなってんだよ。一つ目鬼を操る術者の霊。これってかなりヤバいかも。こそ天下無双だ。不物を試すいい機会だ。何を操って笑ってんじゃねえ。俺の原告は妖怪くたばる。見当違いも甚だしい。俺はただ鬼を操る訓練をしていただけだ。来たるべき対戦に向けて。何隠れて鉄道具にしてたことか。何で見らせんじゃねえ。鬼を従えると清絶、その気迫。暴れるぞ。鬼は語る俺の心をも狂わせる。潰れやがれ。なんか随分奥まで来ちゃったな。なあ、もう切り上げねえ。ここまで来て帰るとか言うんですけど。声なき声も言っている。正則、振り向くな。前に進めと。おい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 、なんだよあの巨大なお化けは。最後の七不思議、人を惑わしあの世へ連れ去る巨大な幽霊。最後の最後にこれかよ。マジで倒せる気がしねえ。攻めるぞ。任せてください。鬼怖えけどもう逃げらんねえ。男福島巨大幽霊よ、解除してやら。消えろ。だから急に門を閉めんじゃねえ。ガチびっくりするから。生還の鍵はあの霊が握っている。生きたくば抗う男福島左遷。やるぞ。こいつら七不思議の連中、一体どうなってんだよ。もう一人の俺と上等、二人の俺のうち影すら失うのはどっちだ。暴れるぞ。幽霊か芸か宝石様は知ったこっちゃねえ。ここまで来た全員締めてやる。嫌なるのだ。お前の戦が俺の魂を駆り立てる。各白星と申す。手加減は無用だ。天に立てつき世を乱す火種、消そう。書こうよ。出会ったことを後悔すると。いざ。これも流れか。試してやろう。貴様の意志する力を。僕も綺麗に切ってあげる。さが俺の魂を駆り立てる。熱く最後のはガチヤバかったなあ。ってあれあいつどこ行ったなんだよ、監査君とこでも行ったのか実はあいつも怖かったんじゃねえガチで。あいつ何のことだ。最初から他には誰もいなかったやっと戻ってきたぜ。なんか顔色超悪くない？すごい疲れてるし、なんかあった？お前おい先に帰るならそうやったいきなりいなくなって驚いたぜ。え先に帰ったって何？全然話が見えないんだけど。えガチで言ってんのか。一緒に七不思議調べに行ったろ。お前俺を連れて行ったじゃん。意味わかんない。七不思議とか私知らないし。ってことはさっきのお前はガチ中のガチ。えちょ何倒れてんのねえ起きてってば。異界にさまよう魂に見入られるとは聖絶。正則行き場を失っていた魂たちはきっと読み字についた。お前の創造曲でな。うまくいいぞ。